東証 ETF コード2244グローバル XUS テックトップ2 0 e t f n i 対象成長投資枠本 ETF はテーマ型 ETF に強みを持つグローバル X 社が運用する上場投資信託であり米国の主要テクノロジー企業から5つのサブテーマにおけるトップ銘柄20社に分散投資し 高い成長力と投資対象について、5つのサブテーマ、主にナスダック市場に上場する自動化、ロボティクス、e コマース、半導体、クラウド、コンテンツ、プラットフォームの5つのサブテーマに属する企業で構成されており、各テーマをけん引するトップ銘柄20社に集中投資します。 対象インデックス。不動株調整後の時価総額過重方式で算出される、ファクトセット US テックトップ20インデックスに連動を目指します。1名柄のウェイト上限は8%。各テーマ上限25%に設定。配当込み円換算ベース。リバランス。原則として毎年6月及び12月の第2金曜日に、 指数構成銘柄および構成比率の見直しを行います。信託期間が無期限のため、本 ETF は、米国テックトップ20社の市場変化に継続的に対応し、長期的なポートフォリオの中核としてご活用いただけます商品特性、取引方法、分配金について、信託期間無期限、為替ヘッジなし。 運用管理費用0.4125%程度総経費率0.49%東証の営業時間内日本円での売買ができます売買単位は一口です設定来分配金支払い実績はありませんこの ETF のメリットについて米国テック大手への集中投資による高い成長期待 ファングプラスと比較して分散効果がやや高い。少額から米国主要テック企業に分散投資が可能。続いて、この ETF のリスクについてです。特定銘柄、テクノロジーセクターへの集中リスク。信託報酬によるリターン圧迫リスク。高い値動き、ボラテリティリスク。価格変動リスク。為替変動リスク。 市場価格と本来の価値とのズレ、取引量の少なさによる影響、流動性リスク、投資対象国に関するリスク、カントリーリスク、運用終了や上場廃止の可能性、投資にかかる税金について、本 ETF は NISA ・少額投資非課税制度の成長投資枠に対応しています。以外の口口座、座、特定口座

ETF の売却益及び分配金は日本国内では非課税となり20.315%の課税はかかりませんニーサ口座における外国厳選徴収税に関する重要な注意点ニーサ口座で海外からの分配金を受け取る場合現地で課税される外国厳選徴収税については日本のニーサ制度における非課税措置とは別に発生するため 原則として外国税額控除の適用は受けられませんそのため海外での外国源泉徴収税が差し引かれた上で日本国内では非課税として分配金を受け取ることになりますまとめグローバル X US Tech Top 20 ETF 2244は米国テクノロジー企業の高い成長性を享受したい投資家にとって 魅力的なな選択肢となり得ます特に高いリターンを狙いたいかつテクノロジーセクターの変動リスクを許容できる投資家にはメリットが大きいでしょうしかし二重銘柄への集中投資による市場変動リスクや信託報酬によるリターン圧迫リスクそして価格の高いボラティリティリスクといった点を理解しておく必要がありますしたがって この ETF 単体での運用よりも他の分散投資型 ETF と組み合わせるなどポートフォリオ全体のリスクバランスを考慮した上での投資が望ましいと考えられます当チャンネルではこうしたポートフォリオの多様化を検討される皆様のため公式情報に基づいたさまざまな ETF 紹介動画をご用意しておりますぜひ他の動画もご参考いただき ご自身の賢明な投資判断の一助としてご活用くださいより詳細な最新の ETF の情報はグローバル X ジャパン公式ウェブサイトでご確認ください今回の動画はいかがでしたかぜひ高評価・チャンネル登録で応援していただけると嬉しいですコメント欄にてご感想もお待ちしておりますそれではまた次の動画でお会いしましょう